こんにちは、みーちゃんです。ゴーストオブ対馬をやっていきます。前回の続き、ジンさんを裏切った龍蔵率いる菅笠衆の人たちはボコボコにできたんですけど、悲しいことにタカが死んでしまいました。で、龍蔵も逃がしてしまって、もうね、すっごい悔しくって悲しいんですけど、敵を討つためにも頑張ってね、進めていこうと思います。で、今回はまずですね、ゆりさんの浮世草が残ってるので、これからやっていこうと思います。若様、何か召し上がります？飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ、私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を、花を覚えていらっしゃいませんか？彼岸花か。そうでした。ドン、在りし日の後、彼岸花に毒ってあるんですか？確かいろんなところにね、咲いてたような気がする。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に。母の死を受け止めきれず、この森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが、見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて、どうしない、よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら。叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く、志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が？若様も同じでございます。仁さんはずっと、もうこの人がいる。待て、ふぬけばかりここにいろ。エリオ、ひとまずやっつけるね。よし、つけ。いいぞ、今日は開幕順調です。ナイス。痛い、くっ。マイカ、やっつけ。ジンさんはずっと毒が欲しいみたいですね。私はもういいかなとか思ってるけど、だって毒なんてなくったってこんな風にやっつけれますよね。オッケー、やっつけたよ。まだいる？まだいるな。倒してってこと？よし、そしたら弓使いますね。倒した？来た。なんて？わっ、多いな。よし。おい、動くか、ハルタ。待って、ちょっと待って。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 
おい、ウドウケクちゃん、ちょっと見る後ろにいる。うう、あっ、見えない見えない、オッケー、こっち、ベリー、ストップ、よし、とりあえず痛い、せっかくクロートの肩が溜まっていたのに、エンダーアタック、ストコン、よし、ダッシュ、取れ、取れる、おー、オッケー、いるよ、待って、いっ、いた、ごめん、よし、順調と思ったらそうでもなかった。どこにいる？待って。こっちの方ね。ユリさん見てたかな？ジンさんの戦い。追い払いましたか？大丈夫だよ。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです？お主が植えたのであろう。ああ。ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので、他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ちょっとあれかな、ユリさん。年を重ねてるから。ユリ、覚えておるか。でも覚えてることは覚えてるね。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか？男が叫んでおったな。あの夜、獣舎と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。獣舎は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ？老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。はあ、岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。ユリさんと一緒にいると昔話に花が咲くね。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。ユリと共に湖のそばで休め。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との？母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。またユリの後、あともうちょっとかな、ヒガンバナ。でも本当にこの吹き針ですね、使わないんですよね。弓がもうめちゃくちゃ強いし。まあでも弓も撃った後かわいそうだなとは思うけど、なんかあの前に毒針撃った時のイベントシーンありましたよね。猛虎の人が苦しそうに死んでいたの見て、これはやばいなとか思ったんですよね。そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが、そもそもこんなに大量の毒が必要なのかな。猛虎の兵ってまだいっぱいいるのかな。結構やっつけてきたつもりだけど。でもな、この前のタカさんのあのシーンね、ほんとハーンさん許せないですよね。あと龍蔵さんもね。
仁さんからしたら悲しいだろうな。なんということ。墓を壊した上、最低だのこれ。魂まで怪我しよって。早く花をお集めください。見ておられません。さあ、どこにある？悲しんでる。ちょっと待ってね。30。なるほど。こっちの方にあるのか。黄泉にいるおばうえも嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓に、かような仕打ちとは。コオロギがいる。よし。20分の6。少なすぎる。オッケー。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。さっきまで綺麗な夕日が見えてたのに、もう暗くなってる。まあ幸い雨は降ってないけどね。これで雨まで降ってたら悲しいよ。ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。ジンさんが、あのお父さんに。爪が刺しようだ。え、お待ちを。毒をこしらえてみましょう。試すの？お父さんに似てるからそう言ったのかな。はたまた。どのような毒だ。ああ、恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらをゲットしました。混乱毒の針使うの？私はここに。これか。我を忘れ仲間に襲いかかる。どこにいる？あそこにいるな。待ってね、一人試してみよう。どこから行こうかな、これ。あそこにいますよね。バレないかな。俺たちの敵ではない。そうではない。やだな、バレそうで怖いよ。え、行くね。よし、撃ってよ。どうなるの？しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。武士の模範にもな。猛虎が去った後、この毒は無用。すべて捨てる。そうだね。うわあ、我を忘れている。で、あ、混乱している。敵さんのところに行っている。寄るんじゃない。あ、おー、すごい、やってるね。じゃあ、もう一人行ってみる。またゲットしました。じゃあもうジンさんが手をかけなくてもいいってことね。行くよ。あれ？よし。もう声でわかるよね、混乱してるって。減ってるな、敵さん。
めっちゃ効果出てますね。行ってる行ってる、すごいな。待って、何を考えてる。俺だよ。バレるバレる。よし、当たるかな。オッケー、バレるよ。あ、もうなくなってる。じゃあちょっと様子見ますね。こっちの方にいるから仕方ない、使ってみよう。これはノーマルタイプね。よし、見たくないよ。うん、苦しそうに死にますよね。やってるな。この近くにいるのか。何？ひっ、やつだろうな。やばいやばいやばい、やばい、バレるバレる、痛い。よし、オッケー。またたくさんいました。待って、そしたらもう普通の弓でやっつけるね。と弓だ。よし、BGM がめっちゃ怖いです。下から狙う？と、海だ。どこに隠れてる？隠れるんだ。どこ行った？隠れてるね。こんなところにはいないよな。ダメだな。と、逃げる。よし。またゲット。またいる？いますね。そっ、あれ、ごめんなさい。やっぱり使いこなすのが難しいね。弓の方がいいかな。倒したよ。もう大丈夫だよ。賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、菅笠衆、竜蔵の一味だ。なぜ竜蔵がそんなことを。それは俺にもわからぬ。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。よし、一緒に行こうね。でも毒を使ってるのをおじさんがしたらどう思うんだろうね。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。多分違うと思うな。もしかしたらもうどんどんジンさんのことを忘れていくのかな。切なくなるな。はあ、戦火を免れたのですね。できるならそばにいてあげたいよね、ゆりさんの。戦が終わったら一緒に過ごせるといいな。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。和歌を読む。人と世の儚さを持って。この前私がやったやつだよね。勝ったけれど、高けれど、岩山や。どれかな。これにしてみよう。
岩すら水に削られて、水も永遠には流れずに、仮の宿たるこの世にて。かったけれど、これかな。最後、聖あるものはいずれ死ぬとは。墓に咲きたる花房もあり、家も命も儚からずや。これにしよう。仁さんが呼んでくれます。かたけれど、水の削りし岩尾かな。家も命もいたずらにして、お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。クリアしました。穏やかだな。ちょっと写真を撮っておこう。よし、ユリのご褒美いただきました。あ、矢に毒を仕込む。殿、どうしたどうした。大丈夫かな、ユリさん。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか。とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。